ムスライム成長の限界。キョキロー、カエルさんです。今回はドラゴンクエストタクトの方をやっていきたいと思います。とうとうアップデートが来て新イベントが始まりました。ということでガチャ引きます。キラーマシーンのガチャか竜王のガチャを引くか悩みましたが、やっぱり竜王さんの方を引こうと思います。ものすごい評価の方が高くて、まあ、呪文が強いらしいですね。なので今回は竜王のガチャ40連を引いていきたいと思います。ためにためた 13,510 個のジェムを使って40連いきたいと思います。これでエースで何も出なかったらモチベーションが下がってしまうので、よろしくお願いいたします。さあ、貯めた努力の結晶を使っていきます。ジェム10連3000個使っていきたいと思います。あ、間違えた。チケットではない。チケットではない。間違えた。いきなり間違えましたけども。さあ、よろしくお願いいたします。はい。スカウトスタンプがありましたね。さあ、よろしくお願いいたします。真っ暗。おい、ダウンロード。ちょっと遅い。スライムさんが少ない。色違い、色はちょっと何にも演出起きてませんけど、大丈夫ですか？銀、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 金。途中でなんか変わるらしいんで、演出は見ていきましょう。はい。あ、銀、あ、ゴールドウォーク、いらない。ゴールドウォークさん違う。あなた違う。はい、メトロゴースト、違う。銀が銀のまま。あ、もうちょっと飛ばしていこう。さあ、もうちょっと全然演出が変わりませんよ。全然演出が変わりませんよ。金からとかなって変わったりとかするみたいなんで、全然。あ、さあ、どうぞ！よろしく！お願い！いや、変わらない。はい、ドラゴンゾンビ。ドラゴンゾンビさんですね。もう初めて当たりましたけども。全然、あ、ちょっと全然これダメなやつじゃないですか。もうダメなやつじゃないですか。もう全然ダメなやつじゃないですか。悪魔の騎士。あかーん！幸先やばし。金1個ってやばくね。はい、気を取り直して20連目よろしくお願いいたします。どんどんジェムが減っていく。さあ、スタンプが2個目。さあ、20連目よろしくお願いいたします。このモフモフちゃん全然青色ですよ。ちょっとスライムはスライムベースになっていますよ。さあ、どうなんの。金1個しかないけど、金1個しかないけど、これ本当に変化するの？全然、あ、いや、レモンスライム、はい、飛ばしていきましょう。あ、なんでこれストーンゴーレムでしたっけ？もう全然、スライムボーグ。どう変化する？変化する？あ、ちょ、どう変化しない。はい、変化しない。いや、ギガンテスです。あ、変化した。あ、金、まあ、ギガンテス被るな。ギガンテス被ったけど、ああいう風に進化するんですね。金色に進化する。さあ、エンゼルスライム出た。あ、毒矢頭巾ですか、これ。さあ、銀。虹に変わらないのか。虹に変わる演出が見たい。さあ、虹に変わる演出が出ない。うん、爆死の予感。さあ、30連目行きましょう。よろしくお願いします。そろそろ、虹色を出してほしいです。そろそろ虹色を出してほしいです。さあ、30連目。9000ジェムを使っていきますよ。どうぞ、またスライム少ない。スライムしかおらん。どうなの？銀のカード、金一枚。ダメか、これも。どうなの？途中から変わるのを祈ります。途中変わるのを祈ります。銀。どうした？30連。どうなの？嘘でしょ？嘘で、金も少ない。金もで、あ、全然変化しない。全然変化しない。最近が虹に変わらない。まあ、ギガンテス。どんだけギガンテスかぶんねん。もう、どうなの。あ、何も演出が起きません。多焦点するのはまだ早い。ラスト10連にかける。泣いても笑っても最後、10連、40連目。よろしくお願いいたします。さあ、あっという間に終わってしまった。頑張ったのに、あっという間に。やっと今にジェムが、あーっと、こん、おい、いるぞ！いる、スライムさんいる。これ確定演出ですよね。よし、虹は確定した。虹は確定、おし、最初からある。さあ、2枚出てしまい。さあ、来たぞ。これこそ、お願いします。竜王来てくれ。竜王、S。
もう何でもいい、まず何でもよくない。リュウオでお願いします。よろしくお願いします。ラストさあどれ、何が来る、何これ。デビルパピオンって何、デビルパピオンって何。さあよろしくお願いいたします。ここでリュウオ出ればチャラでいいです。リュウオ出ればチャラでいいです。お願いいたします。まあレモンスライムかわいいけど、リュウキシ、そろそろ虹、そろそろですか。さあ何が出る。よろしくお願いいたします。どうぞドン。よっしゃリュウオ、マジか、やったリュウオ来た。マジですか、完璧な展開、リュウオ来た。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい。どうなることかと思ったけど、竜王が出ました。カリさんに竜王が出ました。ありがとうございます。安西先生ありがとう。竜王が出ました。よし、これで戦力アップ。諦めないって大切。安西先生、最後までご視聴ありがとうございました。これからも楽しい配信を続けていきますので、コメント&高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では皆さん、次の動画で会いしましょう。お疲れ様でした。またに。ケロケロー。